三田太郎の「一人で上手にできるかな?」とは、最近何かと企画でお世話になっている絵師の三田太郎にゲームマスターで利用したゲームの1シーンを挑戦してもらい、一人で上手にできるかなというものを見せてもらう、いわばゲームが苦手な人がどこまで進めるか、そしてあわよくば取れ高を稼いでもらおうという意図が丸見えのプチコーナーである。ラーメン屋にて三つ星を取るです。はい、というわけでございましてね、さっきね俺の料理のやり方覚えてるって言ったら親の料理って言われましたけど、親の料理は覚えてる。親の料理覚えてる？作り方は覚えてないよ。おふくろさんが一番得意だった料理は何？酢の物かな。酢の物か。はい、というわけでね、今回はね、まあ親の料理がね、何が酢の物が得意ということなんだけども、三田太郎にはラーメンとビール、この2種類を作ってもらう大衆食堂大食いにて三つ星を取ってもらいたいなと思っております。OK？ でまあ三田かな、尺的にはちょっと今回ちょっと重要な問題があって、尺的に挑戦できても10回。なんですよ。1回が3分なんで。そっかそっか。なんでまあどっかで確実に攻め落としていただかないと。なるほどね。頼んだぜ。ね、まあまあで、ともしにはね、ともしがちょっとルール分かってないかもしれないから、みなたのいい感じに実況プレイを交えながらともしにもゲームのルールが分かるようにお願いします。見てもらえれば分かると思う。あ、そう、じゃあもうそれ丸押してそれでいいのか。準備中。かわいいね。なんだ、うるせえ今のところ、このババアがね、ババアなんてこと、クソババアが私にワンオペを求めてくるんだよな。間違いねえわ、それは間違いねえわ。でもあれレジやってるからね。レジしかやってねえんだよ。じゃあワンオペじゃねえじゃねえかよ。あ早く。というわけで3分の営業時間内でどこまで評判を上げられるかを競うモード。じゃあちなみにさっき私寝起きでやりましたけど5040点で5つ星ぐらいだったので、寝起きの私でも5つ星取れるので、基礎レベルが違うので比べないでもらえますか。だからまあ寝起き、VS みたいな感じでやっていただければ。はい、でまあ逆にね、評価が0点になってしまったらゲームオーバーなのでよろしくお願いします。というわけで三田太郎さんね、賛成。三田太郎賛成。三田太郎賛成。何のボタン押すかって出るっけ？原則あんま出ないよね。丸押してで右スティックを下に、左傾けながら右を下に下げて。せいらせい。まだ来てね。あ、いいんじゃない？泡だらけ。どうしたって？あ、酵素。酵素。え、何だって？朝。ビール入ったよ。え、何それこれ。あ、そうね。そう。知ってる知ってる知ってる。ラーメン。あ、いいんじゃない？よかったですね。さ、こぼれてもいいんだね。どうしろって？どうしろって？ネギだな。鍋を茹でて。今上から2番目が上から2番目が茹だってる。茹だってる。でそれスープは1杯につき 0.5 秒だっけ？はす足んない。なんやった？どうした今なんか水みたいなスープになってたけど。了解。押して右スティックをバン。へえ、何これ？面白い。ラーメンになってる。ラーメン出してラーメンおばちゃん出してよ。難しい。1秒。しっかり1秒。おばちゃんビール出せや。はんね。テレビです。偉い人が来たよ。偉い人？いいんじゃない？上手。ビール上手よ。いいんじゃない？10点満点なんで。かまぼこはでかくって構わん。なんでだ。あいつ美味しいからだ。美味しいから。なんでまだできてもないのに鍋からあげた。あげたの？嘘。本当？全部できた。ゴキブリ。あ、ゴキブリ来ちゃった。あ、だってラブのゴキブリ。それ。やだ。で右スティック下でバン。やだこんなの。左スティックで動かしながらね。こんなにいっぱいいる飲食店やなんだが。あと1回頑張った。逃げんなくさこら。あ、全員帰っちゃう。マジ。あー、ここまで来てまさかの始まる前の方が得点が高いという状態。ありえんな。ラーメン屋でゴキブリで一気に全員帰っちゃったんで。そりゃそうだよな。ゴキブリで無理なんだが。痛いよ。痛い。すげえ大味。やば。喋って。え、なにこれ、ちょっと待って。これ喋れないね。喋れると思ってか。ラーメンできて湯だったよ。1秒で1秒。ガッツ。1秒倒しっぱなし。おお、ちょっと早いかな。料理人がいるところでのゴキブリ退店はちょっとまずい。これはまずいか。おお、ナイス。で、2だったり2だってる。なってる。これむずいな。うお。やばい。どう。星がないよ。あと190点しかない。ねえねえ、ごめんねってなんで謝ったの？美味しくなかったから。美味しいだろうが。あ、クリアしたよ。違う、じゃあ見て、1000点から始まって今何点？250点。点から始まったのよ。でもクリアって言ってましたね。違う。3分持つ。3分生き残っておめでとうって言われてるの。生き残るゲームだよねこれね。違いますね。はい、こうしてください。クリアしてんだけど。まあステージクリアだけど。ね。今の要領でもっとちゃんと確実にやっていって星3個取ってもらうっていう。3個取るって最初言ってた。言いましたよ。言いましたよ。何の話も聞いてないな。なんということだ。いや星3個取ったらクリアなんで。さっきクリアって言ったのは幻か？あれは3分生き残ったねみたいな。そうだね。でもビールは上手になったし。傾きが足んないね。あ、そうなの？もっと細かく綺麗に8等分ぐらいはイメージして。ああ、ひどい今のラーメンなんや。ごめんね。あと今のビールですね。これ何？それ出し入れるやつ。おお。一杯につき 0.5 秒かな。0.7 度。煮立ってる。両替。両替大変だな。ごめんね。で、ラーメンを。うまい。今の要領。で、2杯やるんだったら今の倍の時間。難しいな。忘れとったわ。普通だなって言われた。そのビールにかかってる。発展悪くない。ラーメンが1秒。うまい。ビールセルフにしてくれないかな。確かにな。お前実況ってこと忘れんだよお前。実況はどうか。私が冷めたことあるのかお前。今までのこと考えろ。ラーメン。ラーメンどうした？真っ赤だよ。ラーメンどうした？ラーメンゴキブリ。ダメかもしれん。やっちまった。ダメだこりゃ。ゴキブリが一番難しい。そうっすね。ゴキブリは結構むずいっすね。一番難しいのにみんな一遍書いちゃうってさ。なんじゃこれ。さっきよりかはスコア高そうな感じの気配なので。でももう一回ゴキブリ出るでしょ。出るかも。ああ。食い逃げ。右スティックと左スティック交互に。そんなことあんの？交互に回すんじゃないよ。上下だよ。ちゃんと上下はっきりしないとスピード出ないよ。忍者。壊れた。ラメになってる。こんなことまでさせんの？なんで今一瞬すべての動きが止まった。なんか考えちゃった。これなんだっけみたいな。大変。切るの今うまかったですね。下手す今のは。ラーメンになってます。ラーメン。でビールを入れて。おより良くなってきた。これをお上手。でになってるこれ。まだオッケー。で1秒。すごい。痛い。でも620点。さっきに比べればスコア伸びてる。じゃあ俺ともしの喋り白が低くなってる気がするから。そんなことないよ。三田太郎頑張って。ともしも頑張って喋ってるって。ともしはいつも頑張ってる。私は頑張ってないけど。頑張れ。だからちょっとね、俺がね無言の時間が怖くなっちゃってよく喋っちゃうんだけど。無言の時間がないともしが。よろしく。私何すればいいんだろう。何すればいいって喋ればいいんだ。そうだ、ビールを入れる。7点取ってれば上々だと思うんだけど。でもさっきから9点とか取れてたよ。ともしはそう思うって言ってる。じゃあそう思う。9点、今の泡少なかったのになんで9点。なんか結構泡少ない方がいいのかもしれない。それぞれあだね。半分ぐらいしかなかった。結構喋るじゃん、みっちゃん。玉ねぎ。ラーメン。なると。ひどすぎるんだが。あ、ゴキブリ。ゴキブリ早くないでるの。ね。ラーメンしてから。今の薄い。ああ、もうダメかもしれんね。なんで。頑張って。ああ、さよなら。もう二度と来んな。なんで。ゴキブリ出てくるじゃん、お前。店にゴキブリ出んだよ、飲食店で。こっから、こっからですよ。な。いいんです、いいんです、いいんです。いいですよ。が。よくない。ああ、ひどい。うるせえ。来んな、文句言うなら。もうダメだ、もう何もできない。大丈夫大丈夫、いけるって。ラーメン作って。うるせえ、俺がない。ああ、潰れちゃった。なんかダメじゃん。今すごいダメだった。今すっごいダメだった。やっぱ矢上さんがいないとダメかも。収録してから11分経ってないからさ。ワンオペに疲れた。ワンオペはね、訴えないと。訴えるね、どうやったら評判をそんなに下げられるんじゃって。ゴキブリが出ました。確かに。なるほどね。衛生状態が悪い。皿洗いは右スティックぐるぐるね。本当。うん。ちょっとコツ掴んでみて、頑張って、友達と一緒に。他のとこやったら死ぬぞ。中継では見えから。じゃあよろしく。頑張ってほしい。おばあちゃんが皿洗いぐらいやってくれたらいい。まあね、まあ。お金もらってないんだよ、そんなに。あとゴキブリも退治してくれたらいい。あいつうまいことやりそうだよね。てかビールぐらい入れろ、おばあちゃん。おばあちゃんになっちゃったもんな。なんか思うよ。うまいだろう。レジつったっていらっしゃいませだって言って。まあね、仕事私がやりたい。ホールとさ、キッチンですよ。6点上々。なんて？6点上々。うん、そうだね、そうだね。6点なんで今のちょうどよかったと思う。傾けかな、足りないのが。どうした。すごいネギ。ラーメン。いいねいいね、10点。また来てね。手首が出てた。手首に出てた。何が？頑張って、受け立ってるから。いいね。テレビに出てる人優先でな。嘘。ビールに混ぜもある。どうなんだろうそれ。でもいい感じだよ。点数は。いいよ。ラーメン作って。いいよ。よく見てほしいんだけど。頑張ってる。ずっとラーメン作ってんだよ。そうだね。わあ、きれいに。あ、まあ。あ、ゴキブリが。でも上手になっている。確実に上手になって。ああ、よし。さあ、当たんのこの野郎。でも1000点超えてる。いいよいいよ。いけるね。血が出たね。痛いね。偉い人。また来てね。いい感じ。ラーメン。痛い。ゴキちゃん。ゴキブリ出んの早いんだけど。これ手が疲れるな、きっとな。ああ、頑張って。うわ。えらい人。どうしたねこれ。そんなことある？じゃねえよお前よ。お前興奮してお前ホームボタン押すんじゃねえよお前。バツ押せば戻れる。ゴキブリがなかったことになってない。なかったことになってない。そう。悲惨。うまいこと言ってたのにね。あらあら、まあまあ。てかこんなに玉ねぎ何使ってんの？喋らないし。いやー、ゴキブリ3連発は不運としか言いようがないね。あんなゴキブリ3回も出ることはある。でも正直今までで一番伸びしろがありそうな回、うん、そうでしたよ。成長した。1500点ぐらいいくかなって正直思いながら見てたので、だからこの店すぐに辞めたいよ。なんだろう、いや三鷹菜のコーナーってね、お前が辞めたいと思っても続くの。違う、この店を辞めたい。なるほど。この店でバイトしてる意味がわからない。じゃあゲームを続けます。選んで。やだー、辞めたい。頑張ってやめる。こんな店1日でやめてやる。3日持つ？持たないと思うわ。お給料いらないからバックレでやる。それはねダメだよ。曲がいけるいけるいける、上手になってるから。全ザンスって言ったよな。ザンス、はい上手。ああ麺が麺がいけるね。いけるって言われた。いいよ。痛い痛いね。あうバイオレンス。はい、あ、薄いな、今の。今何、チョロッピ何。もう絶対なんか浮かばれた顔してなかったじゃん、お客さん。浮かばれてる人いる。何？いるか？食い逃げだー。頑張れ。捕まえたんじゃない。いいよ。すごいいいよ。おお。いいんじゃない。絶好調。素晴らしい。いない。いない。いないのはいいことだよ。そうやってプレッシャーを与えるじゃん。黙っとけ。いつも通りの仕事をさせろ。確かにね。確かに確かに。ラーメン。ネギも切れる。これか。これこうして。なあ、うるせえな、黙ってくれよ。頑張って落ち着いて、大丈夫だから。大丈夫だって。お偉い先生に。いいんじゃない？お、2000点超えてる。ビールはもう。またこれ逃げされてる、早く。ゴキブリが出んときは食い逃げしか出ん。やった。いけ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 。ラーメンがやばい。ラーメン。今のはひどかった。ちくわ丸々入ったけど、あれ再サービスだよね。私オリオコルみだよ。三田太郎だったらキクワだーってなっちゃうわね。ナルトだ。ナルトです。ちくわじゃないです。そうだね。ラーメンにちくわ入れないと思います。いや、美味しいと思いますよ、ちくわもね。入れるかもしれん。練り物は美味しいですから。味が出ますから。ちょっと皿がない。皿。皿。おお、うわ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 、早くしていく。じゃあ、時が止まる一瞬。まあまあよかったね。出えへん。あ、出えへん。ビールで。忙しいよ。大変だな。でももうちょっとだから頑張って。ラーメン。アンス。こうして。なんで2点。でもよかったよかった。前半の勢いが守れたのであれば、これクリア全然見えてたかなって思いますね。そうですね、2000点超えてましたし。1500点だったよ、最初より高いんじゃない？相当高いです、高いです。多分これ1分半ぐらいで崩れたのが取り返せなかっただけなんで、正直今の三田太郎のスピードで三田太郎ちょっと見てわかると思うんだけど、今34人さばいてで1540点なので、あーとか名前ついてないの俺なんだけど、31人で5090点出てるのよ。もっと一品一品を、やっぱり料理のさ、最高の調味料って愛情なんて言いますから、もうちょっと一品一品丁寧作ってあげたら、これいくと思いますね。無理だよ、こんなせかされて愛情を込めろなんて。お前時給3000円ぐらいもらわないとやってらんないんだけど。くれる？時給3000円。無視だもんね。くれる？くれるっていうなら、ね、さあ頑張って。別にビールって愛情をこぼれてもいいんだよね。そうだね。今のすごいちょうどよかったじゃん。5点って何こぼした方がいいってこと？ビールは。あ、送ってわからん。でもメールばっかりだからいいんじゃない？回転が出るのがよくわからん。出たがラーメン。あ、上手上手。ラーメン作って。ラーメンを作れる。はい。うるせえうるせえ。黙ってお前が。はもっちゃった。知らんがな。頑張って頑張って。いけるいける、ミットならやれる。はい上手。普通が何よりいいじゃろうが。そうじゃなそうじゃな。普通の何が悪いんじゃ。普通がいいじゃろうが。頑張ってるよ頑張ってる。ラーメンがいっぱい来た。うわ頑張って。うん、そうだね。いっぺんに作っちゃった方がいいかもしれないね。そろそろ。あー、間に合うかな。おせ。何した？何したんだろう。茹でたちゃんと。うん、茹でてる。いける。お笑いしちゃうわ。今のはね、4つ上手にできたら。ろくに茹でずにろくに出し入れないラーメンを出しちゃダメだ。だってそっか。コントローラーが言うこと聞かんの。お前。多分なんだけど、左スティックを極端に倒しすぎてて、ビールはもうちょっと泡があった方がいい。へえ。でもだからむしろ入れてるのがちょっと泡こんぐらいの時5点でこんぐらいだったら6点になってたよ。なんだろう、動画で伝わんねえ表現でやめてもらっていい？だって泡めっちゃ半分ぐらいあった時なんか5点とか出てさ、泡なんかこうねちょっと減った時7点とか出てたよ。そうね、ちょっとこれラストチャンスかな。マジ？潰れちゃった。潰れないように頑張って。あまたの店を潰した女。かっこいい、最後のラストチャンス。かっこよくねえんだよ。頑張っていらっしゃい。一個一個丁寧にね。ゴキブリすらも丁寧に潰せと。でもゴキブリ出なかったね。無理よ。全然。ゴキブリ最近出ないね。冷静になれる人間なんておらんのよ。あんなにいっぱいいたらね。さあでも頑張っていただきたい。うぜっ。喋らない。ああ。頑張れ。ラーメン作って。ラーメン。ああ。ああ、うん、少ないな、泡。あ、5点って言うたらちょっと泡多くしたよ、さっきより。はい、頑張れ。いいよ。泡少な。ほら、泡少ない点数高いんだけど。ねえ、嘘ついた？もしかして。嘘。どういうこと？そんなこと。食い逃げだ。お前が倒せやばかろう。あは。お笑いしちゃう。最悪食い逃げなんて。食い逃げ捕まえるのうまくない？うん、うまい。その担当になりたい。食い逃げ担当。もうちょい頑張って。うるせえ。9点だよ。あれ泡少ない方がいいわね。あれで9点だよ。ビール頑張って。ビールいいんじゃない？え、嘘なんだけど。なんで？ビール一つでそんなに文句を言うな。ビール入った。ごめんね。4点で泡多かったけど今泡ない方がいいんじゃないかなって思うんだけど。ほら10点なんだけどなんで？ないこと。人の好みによるんじゃないの？泡ない方がいいな。人の好み？頑張れ。死にそう。大丈夫、生きて、強く生きて。こんなに繁盛してるのに。うるせえよ。こうしていやでもね、切るの上手になってる気がしないでもないな。あーんでこれをそうしてからそう上手。ちくわなるとちょっと動きちゃんよ。うんこでもいいよ、いい感じだよ。あとは動きちゃんだね。あの偉い人はもうどっか行ったから。ああ頑張って、頑張って、頑張って、いけるから、いけるから、よし。いけるじゃねえよ。マジかー、まだいたのか。全部そうだな、全部ゴキのせいだ、全部冬のせいだみたいな感じに。あつが終わっちゃった。でも上がってはいるんだよな、評判。まあ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 、今回ちょっと三つ星取れなかったんだけど、ゴキちゃんが悪いな。ちょっとコントやかしてもらっていいかしら。なんでや。八神さんがやるんですか。俺の料理の面白いところの一個に、このゲームって対戦モードがあるんですよ。はあ。なんでちょっと最後一緒にやらせていただいて、三つ星取れませんでしたけど、私に勝ったらその場合はまあ。俺との格差を見せつけて、いや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 、終わる。あれが目に見えるんやけど。かわいい、何あれ。いや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 、フルコー、待って、フルコースはストーリーモードのボスと単品は単純な調理のみ。ああ、なんでまあまあね、最後になんつうんですやって、万が一こっちに勝った場合はもう三つ星チャラでいいんで、おお、最後の挑戦だと思っていただいて、で頑張りましょう。イージーで。イージーです。ガイドが出ます。で丸押していただいて、ありがとうございました。これで大丈夫なのかな。そうそう、若干今の設定でいいのか分かんなくて不安なんだけど、ここで下るのやな。いけるいける。上。あ、そう、そっちが上です。ビール入ったよ、いらっしゃいませ。そうなので、絶対出てる人いる。ほら、合わない方がいいんじゃない。でもさっきの三田太郎のは泡足りないに見えたけどな。だって三田太郎結構泡入れてたもんね。ちなみに対戦モードだとまとめて調理をすると敵にお邪魔を送れるので、できればラーメンはまとめて作った方が攻撃力が高いか。攻撃力とはいえ、まとめて作ろうとして途中でゴキブリとかが来ちゃったりすると結構しんどくなるので、まあそこはね、どうするかっていうのは塩梅が難しいところでございますけど。むずいこれ。なにやべえな。三田太郎が全然喋んないんだけど。だってもう真剣なんだよね。ラーメンになっちゃうよ。ラーメンが。とりあえず一回ちょっと料理人を怒らせて、一回評価を下げて。忖度しながらプレイしていきましょうね。忖度しながら。でもスコアなんて出てないんだよね今。あ、普通とかの G がボーダーライン。もうね、無理よ。もう無理か。もう何かをしながらできる人間ではないことは。あ、ラーメンさんが過去の動画でわかると。過去の動画を見ていただければ。すげえ上手やがみ。ただ、ピロ太郎もね、評価なんだかんだでお店の評価ちょっとずつ上がってきてるので。なーに？どうしてざっくりした？ざっくりした。どうしてざっくりした？あー、もうほら、もうゴキブリなんでこんな出るの？あとね、これちょっと疲れちゃった。もう諦めてる。やだ。お店が潰れちゃう。そろそろお店が潰れちゃうよ。頑張んないと。もういいと思う、潰しても。嘘、最後投げやり。このお店あってもいいことないと思う。早いうちに現実見た方がいいと思う。早いうちに現実見た方がいいと思う。次のなんか思い出した。次のなんか思いついた方がいいと思うんだけど。なるほどね。別の業種をね。向いてないから。お前には向いてないから。この唇たらこ男が。唇たらこ男。料理人なんだけどね。大会で優勝してる腕前を持ってるんだけどね。あ、そうなんですか。優勝しといてこれか。それはお前のさじ加減で。ねえ、じゃあ。ああ、潰れる。画質が荒くなってきた。目の前が。世界の画質が。あ、ギリギリで終わんなかった。うん、ギリギリで。ね、紙一重のところであそこの店経営してるよ。そうだね。生きるか死ぬか。ね、というわけでございましてね、なんかどうでした？俺の料理。料理はやらない方がいい。女の子じゃないの？料理は買うもの。料理は買うもの？じゃあ、ともしに最後それの合意を求めて終わってください。ほら、ともしもこう言ってる。何も言ってないよ。何も言ってないよ。ともしのやつ読むのやめて。はい、じゃあ、みなとろちゃん、今回もお疲れ様でした。今回も。ね、今回も。See you next time. Stay tuned. Bye bye. お疲れした。できた。トムはね、お料理好きだけど、まあ好き嫌いありますから致し方ないね。ということでお疲れ様でした。